はい、月刊釣り人創刊70周年おめでとうございます。ありがとうございます、はい、いただきます。読者プレゼントさせていただきます。どうも先生ありがとうございました。これはもう集中してなきゃダメですから、ね、話しかけてダメですか。この頃やっぱり事業が老化して落ちてるからね。やっぱり連載をやらなくなると、そうですね、書く量が減って、なんか思うようにいかなくなるもんですか。そうですね。丸が、あの、こう、なんていうかな、フリーハンドで自由自在に書けなくなるっていうかね。特に漫画の場合は、ほら、吹き出しっていうのがあるでしょ、うん。あれがうまく書けなくなるんだよね。なんかね、この前、伺ったんですけど、先生から。私らには全然わかんないレベルだと思いますけど。見当つけたところで、こう、線が合わなかったりするんだよね。こう、ああ、こうやったところが、こっちでこうやったところが、いや先生右と左が違うとおっしゃってましたね前ね。でもまだサインはね、まだ書いてらっしゃるんですよね。これだから腕落ちないようにね。落ちないように一辺ぐらいずつはね。なるほど。すいません今日は勝手に突然。何枚も書いてもらうと。もう先生、この書き順は全部一緒ですか。まあ大体ね、早くやるときにはね、書き順が。あ、変わるんですか。ええ、お、今日はこれどっちですか。じっくりバージョン。じっくりバージョン、ね。結構緊張して書いてます、ね。そうなんですか。ね、貴重品ですね。でもあまりあの緊張するよりか、あの作業パラって自由自在で書いた方が伸び乗るものはできますけどもね。やっぱ筆の方がいいんですか。そう、じくし書くのにね、まあじっくではね。僕はあの高校時代にあのまああの絵画クラブがあればね、はあ、学校のクラブ活動で、うん、まあ、美術クラブなんかに入って、うん、と思ってたんだけど、私が入った時の学校には美術の先生がおらなくてね。そうだったんですか。そんでそれからあの書道のプロがいたからね、書道をやったんですよね。それで先生のあの字がうまいのは元はそれですか。まあそうです、そうですね、その時何でもやっておくもんだなと思ったんだね。先生、あの文字は中国の有名な書家だとか、そうだね、随分研究したとおっしゃってましたよね。やっぱ王羲之だとかね、王陽順だとかね、貯水量だ、貯水量が私は好きでね。普通 の, あの人型っていうのはやっぱり王羲之、王羲之って言っていくんだけども、
そんでここにこう、月刊釣り人70周年のお祝いを書いてくれてます。これあの三平君の顔を塗るときはやっぱり少し日焼けした顔に塗ってあげたいという気持ちあるね。魚心とかね、じいちゃんよりはちょっと赤みがあるんです。そうだね、これなんか塗りしてるようなと思うんだけども、やってみるとそうはいかないですよ。これちゃんとはみ出したりなんかでしないように寝るっていうのはね、相当の熟練が必要だからね。そうですよね。でも先生、連載当時はアシスタントがこう塗ったりしてなかった。 しましたよ。そうですよね。でもアシスタント塗れる人っていうのは一人か二人。あ、そうですか。ぐらいでね、あの次々とまあ育てていかなければならないけども、うん、あれ天性のもんだね。うん、でその先生の絵ですから、ええ、あの木だとか山とか描くのも、うん、それの一生懸命練習させる。簡単じゃできないですよね。そうですね。2年とか3年かかってやっと草かけるとかね、木かけるとかっていう具合に。そうでしょうね。で一つのことができるようになると相対的にできるようになっていくわけでね。